こんにちは、ミハイル・ナナサコフの中の人です。最も美しいアルペジオと私が思うものについてです。ラフマニノフのコンチェルトの2番冒頭部分を少し聞いてください。オーケストラにかき消されてあまり聞こえませんけど、いいですよね。でもこれは第2位ね。私のベストはゴドフスキー編曲のショパン練習曲 10-1 左手バージョンです。素晴らしい構造を見るために最初に非常に遅いテンポで、次に普通の速さでどうぞ。